仕事の方が多いんじゃないですか。久々の配信、いつぶりだろうか。1週間ぶりぐらい、そんなだったかな。今日は夜もやりたいなーって思ってるんですけど、今日はメイクをしなきゃいけないんですね。なのでメイクをしていきます。皆さん3連休でしたか？今日から2連休結構人それぞれなんですね、うん、メイクをします。お腹が空きました。夏場に行ってきました。どうですか、良くないですか、パッチリみたいな感じで、パッチリだよって感じですね。みんな今何なのですか。ここがつながっちゃって、メイクをしていきます。本当はもうちょっと早めに始めようって思ってたんだけど、あんまり起きれませんでした。あんまり早く起きれませんでした。まあいっかみたいな感じで、すごい左眉だけになっちゃうなってたらこんな時間になってしまいました。よいしょ。こうしていきます。早いですか、みんなも起きてて早いですよ。ちょうど仕事行くとこ、行ってらっしゃい。メイク開始。お腹空いた。最近涼しくないですか。今日めっちゃ涼しかった。朝起きた時寒いまである。なんか長袖でもいけますよね、全然。松本さん、ビギナーありがとうございます。今日服どうしようかな。半袖じゃなくてもなんかいけそう。今ですよ、秋服を着るなら。今日ってずっと涼しいのかな。昨日ってずっと涼しかったですよね。今ですよ、昨日から秋服だったね。なんか一気に涼しくなって、また暑くなるのかな。どうだ、朝一から触るのはね、やばいよね。通知来て飛び起きた、やばい。おはようございます。今日はまあ配信しなくてもメイクしなきゃいけない日なんだけど、配信しないと起きれない配信しないとっていうか、配信するぞっていう気持ちじゃないと起きれない。多分みんなに力を借りてますあ、それも断捨離しなきゃな。断捨離したいやつはあるんだけどさ、なんか本当になんか
着てる服でも断捨離したいんですよ。わかりますか？全然着てる服なんだけど、うわもうこれいいかなみたいなのがあるんだよね。結構着すぎて、着すぎてもういいかなってなるんだけど、来年なんかあれ着たいけどないなみたいな現象になりそうで悩む。でも半袖そろそろ断捨離しないと、冬服があの展示会とかで増えるからやばい、やばいです。展示会であのツーショットで着たい服があってこれって26日までにも届きますかねって言って、ギリギリ、うわギリですって言われた。どんどん増えていくからさ、服が断捨離していかないとね。なんかまだこの夏着るかなみたいなのがあったりするから、そうするとちょっとまあ悩ましいじゃないですか、断捨離する。でももう夏が終わってしまえば、冬服がしまってあるからね、夏服はしまえるんだけど、断捨離してかないとね。本当にチョコマーケット開催でもチョコマーケット欲しい人いないですよマジで。私がいらない服って本当に、まあ自分があんまり着ない系統の洋服、そのお話し会のために買ったりしたやつか、もうヨレヨレとかのしかあんま捨てないから、逆になんかそれ欲しいって言われた方があげれる。だから本当に1回しか着てないやつとか、あーいらないかなーってなったりする。結構なんか T シャツ系は首元がよれがちだから、ここがねよれがちだから、まあそういうのはね。だからかなんかデザイン可愛いのに着すぎてよれよれとか だからね、そういうのはなんかあれなかったっけみたいな、捨てちゃったっけってなるよね。うん、白い T シャツが白くないはやばいね、それ結構着すぎてまあ夏だったらあるのかな、あんまないな私は。あとはさ、まあ、T シャツならさなんか部屋着になるからさどうしようとかさ思ったりするよね。思ったり、うん、私持ってるやつ大体オーバーサイズ、オーバーサイズだから、たまにさメンズの L とか着てる時あるからね。なんかあのミルクフェドさん の展示会行くときに、ミルクフェドさんと X ガールさんとエクストララージさんがあの合同でやってる展示会なんですけど、エクストララージさんはもうメンズというか割と X ガールミルクフェドに比べたらメンズのお洋服のサイズかなって私は思って、勝手に多分そうかなと思うんだけど、そうなので、まあでもなんか普通はレディースだったら XL 買うんだけど L にしとこうとかっていう気持ちになる。なんか長さ的には XL がいいんだけど、あのここがめっちゃこうなるのちょっとダサいかなって思ったりして、ちょっとお気持ち程度の L に したりする。
はよう、おはよう、おはよう。まあ全然レディースの XS とか着る時もあったりするし、本当にその時によるんだけど、うん、白 T しまい、しまいすぎてってないんだけど、私しまいすぎることないんだけど、全部で出す、やらなかったら捨てるかも。あ、なんかそのコスプレ系、お話し会とかに着るコスプレ系とかはあるけど、1年ほぼ1年しまってることあるけどね、しまいすぎることないかも、全部出しちゃう、バッと、うん、Tシャツハンガーにか、あーでも最近は畳んでこう入れるスタイルに変えた。 Tシャツかけるよりあのいっぱい入るかなっていうのでこうやって入れてる。もともとは T シャツハンガーにかける派だったんだけど、入りきんなくなっちゃって服が多すぎて、だから次パーカー出した時どうしようと思って、どこに入れるんだろうパーカー思ってます。どうすんだろうね、パーカーの T シャツがさ5枚入ってたところにパーカー2枚ぐらいしか入んないじゃないですか、どうすんだろうか。やっぱな、冬服の方がね断捨離しないといけないんだよね、きっと。悩みです。今起きた、おはようございます。収納はねもう増やしたくない、あの部屋を狭くはしたくないんですよ、だからクローゼット内で完結させたいんです、私は。ちょっと考えた時もあったよ、部屋にラックを作ろうって前も言ってたと思うけど、去年の冬とか。でもどうしてもやっぱ部屋を狭くしたくないから、私の中での置く場所はあるんだけど、嫌な、嫌だなっていう。そう、服を減らす。上着もさ注文しちゃってさ、どうしよう、どうしようか。どうしようか、上着可愛くて買っちゃった、コートと、コートもダウンも買った、やばい。でもコート、ダウンはちょっともう古くなってきてたから変えたいなって思ってたんですよ。で展示会であったかそうだったから、あれはどこのにしたんだっけな、 X ガールかな、 X ガールのにして、コートがミルクフェードにしたかな、うん。だからまあ多分ダウンは捨てると思う、去年のやつ買いたいなって思ってたけど、いいの見つけられなかったから一応取っといてるだけだから、買いたいなって思ってたからまあいいんだけど、コートはなんか去年も買ったのに今年も買っちゃった。しまだ届くのやつあるわ、なんか大人っぽいイケイケみたいな上着買ったんだった。まだ届いてないわ。
どこのブランドさんだったかな、忘れちゃったけど、それすら忘れちゃってるけど、目がかゆいかゆいじゃないみたい。友達にお洋服あげるのだ、だって友達はさ、友達の服があるわけじゃん、いらなくない？使ったやつどうしても欲しい服だったらいいよ、あの、え、これめっちゃ可愛い欲しいだったらいいんだけどさ、ねえ、同い年だったらさ、みんなそれなりに持ってるからいらないと思う。ロゼが好き？あ、あのなんだっけ、ゲーミングのナレドリアレロゼですよ。ロゼ T 着てます。うわ、マイマススクールするか悩む。ない、まつげも上がってるから今日マスカラもしないです。ナレーションは同じ日に放送がありましたね。ご縁というやつとメテオアリーナ特別編ありました。どうだったかな。ね、1日2回、私も1日2回って知らなくて、あ、1日2回なんだってなった。あ、そう、頑張りましょう、違う、楽しみましょうか、なんか楽しんでいきましょうって書いてあって、普通にそのまま楽しんでいきましょうって言ったら、あの撮ってる途中に、え、ここさ書庫にするって言ってくださって、え、いいんですかって言って、楽しみましょこにしました。楽しみましょこにするっていう提案をしてくださってびっくり優しい。そう、いいんだってなった。そんなナレーションで私の色を出してしまってってなったけど、嬉しかったです、知ってくださってるってそう、その場で、そうそうそう、その場ででした。ご縁はすごいね、イントネーション気をつけてくださいって書いてあるところが多くて難しかった、難しかったっていうか、イントネーションが難しいっていうよりかは緊張しちゃった気をつけなきゃっていう気持ちで緊張して、線が引いてある、気をつけてねって。あと結構そのキャラの名前とかがあったりしたからね、カタカナ多めって感じだったね。でも慣れ撮り私好きだから楽しかった。なんか影が分かんないな。よし、次、
イメイク、アイメイクどうしようかな。まあ普通に行くか。おでこかでこです。触っちゃったおでこ。でこはサラサラの方がいいね。はい、よし。髪色いいですか？でもそろそろ変えると思うそろそろ変えちゃうよ。わかんない。でも何色になるかはわからない。そろそろ美容院に行くってだけでこのままかもしれない色がさ、マツパするとさ二重幅変わるんだよね。でもそんなわかんないか。かゆい。おまかせから、おまかせって呼ばんで、おまかせじゃないけど、なんかこういう感じにしたいですっていうだけで、なんか写真見せてこの色にしたいですとかではない。結構明日の私に似合う感じにしていただいてます。ハイトーンどうだろうか。どうなるかな。めっちゃハイトーンにはならなそう。この以上カラコンつけますよ。亀子さんが来てくれてる時は基本カラコンつけますとか言って今日もつけてるけど、かゆい、目がかゆいよ。なんかカラコンはメイクがちょっと薄くても濃く見えるからいいです。今日はなんかちょっと違う青っぽい色をつけてます。普段多分こういう青っぽい色つけないからつけてみてます。はや、おはよう。うん、カラコンついてる。メイク、あのマスカラつけないからメイク薄くてもちょっと濃く見えたいなっていう気持ちでつけてます。尻側、うん、尻側、うん、うん、かわいいってありがとうございます。この前の配信で思い出した時、あ、切り抜きで見た
なんかって顔してた。ね、そんな顔してたんだって感じ、私からすると。うん、なんかめっちゃここ濃く見えるね。でもなんか光の感じか、光の感じだよね。まあこんな感じで、アイラインラストかな。マジックさん初見ありがとうございます。ダーダーダーさんビギナーありがとうございます。イコラフもイコラフ愛も面白かった、ありがとうございます。そうだね、私今週イコラフも出たしナレドリも出てウィークでしたね。そういうウィークでした。ありがとうございます。うわ、全部引くか悩むな。引かなくてもいい気がする。うん、こんな感じいいかな。短いかな、なんか短かないか。目が乾燥する。目尻だけ今日は。目尻だけ引いてみました。なんだこれ。うん、完成。アイライン引くの上手、描きやすいからかもしれない。よいしょ、完成しました。光がさ、ちょっとこっち正面かな。うん、何を持ってこうかな。今日はいろいろあった上のメイクしなきゃいけないから、最後のお仕事がメイクするお仕事だから、メイクするお仕事だからっていうか、だからちょっと直しは絶対に必要なんだろうけど、
何が必要かなって悩んでる。うん、アイラインとかあればいいか。おはよう、おはようございます、おはようございます。今日はいろいろ来てる。前髪もやりたいんだけど、前髪をやったとって多分崩れるんですよね。今やったとてなんだよね、悩むな。持ってく、持ってって、しかも前髪今長いんだよね、激長。激長じゃないですか。もう病院に行くからいいかなと思って伸ばしてます。激長なんです、伸びてます。悩む。今やったってだよね。今やったってなので持っていきます。あ、そう、買った、最近買ったバームヘアさんがみんな持ってたからこれにしてみました。まだ使ってません。まかないで下ろしてるの好き、どういうこと、こういうこと、前見えないんですけど。お邪魔でーす。仕事戻ります、頑張ってください。ファイト。どうしよう、こっちは下の方はどうしようかな。服装何も決めてないからさ、どうしようかなっていう悩み。まあ一旦ね、こうなってこうなってこうでしょ。まあやる時間はあるかっていう気持ちで、まあいいかみたいな。でもさ、持ってくの忘れちゃいそう。アイライン、アイライン持ってこう。アイラインと、何がいるかな。眉毛も一応持ってとくか。オッケー、この2個持ってきます。持ってくものはそこにまとめておこう。よし、準備 OK、 ビーパーティー、よいしょ、ほんで忘れないように、はい、アイロンの隣に置いてきました。そして今からフィナンシェを食べます。差し入れでいただいたやつ、フィナンシェいただきます。食べれません。食べれません、食べちゃった。
朝食。ピント合わないな。本当に。iPhone15 だったらピント合うんだけどな。キラキラ可愛いよね。ごちそうさまでした。美味しかったです。そう、来週9月30日カウントダウン TV 出演させていただきます。ありがとうございます。フルパフォーマンスです。まあフルであろうとテレビサイズであろうと私の中は一番なので緊張します。しかもね、生っていうのがね毎回緊張するよね。なんかね、収録だったらまだなんか最悪ね、まあなんか間違えようがないけど間違えちゃってもっていう気持ちでできるから間違えにくいんだけど、生だと生だ生だって思うから緊張しちゃう。フルでねパフォーマンスさせていただけるの嬉しいですね。本当にありがたいです。何作だろうね、4作かな。ウインクしてる余裕はない気がする。わかんないけど、ウインクしてる余裕がある時は例えばもうソロが終わってラスサビとかの絶対あーい、いや違うな、それはウインクしないわ。まだ1サビの絶対あーいとルーでここが映る時ぐらいかな。わかんないけど。まだね、あのカメラ割りとかはわからないのであれですけど、楽しみたいと思います。ドキドキ。まずはね、まずはイコノイジョイですね。
一旦囲碁の以上を頑張ります。立ち位置確認は、いやまあでもね、多分当日に変わるからほぼ 100% の確率で変わってきてるので、今までもなので多分変わると思うんだけど、一旦ね。ただどこでその行けてないところに行くかっていうところが問題なんですよね。それが問題なんです。今だから探ってますでもね、みんなのところにちゃんと一回も近くに来なかったってことはないようにしたいなっていう気持ちです。結構私は楽曲の中でのその上下が極端なんですね。なんかまあシングルによってっていうよりかは本当に楽曲によって違うんだけど、たまにさスペイベとかでもさ、え私こっちしか来てないんだけどみたいな時あって、だからなるべくね反対側の方にも何会えたらなーって思ってますが、何時まで配信する？どうしよう、10時40分とか45分とかかな。もう髪の毛をやらないって決めたので、まあちょっと長くできるかなって感じです。勝手に移動するしかない。勝手に移動するっていうよりかはフリーとかがあった時にそこの方まで行きたいなとかそういうのを考えるんだけど、まあまあちょっとね尺の感じとかを考えて動けたらなーって思ってます。はい、こんな感じです。お腹が鳴ってる。本当に涼しくてびっくりする。エアコンついてない、エアコンついてないのに涼しい。痩せていくとなんか消化音ですかね、今食べたので。エアコン、え、ずっとこのままの気温だったらエアコン卒業かも。もう冷房てかずっとドライでやってたんですけど、今日 32% 急に下がる。一昨日ぐらいまではなんか61とかになってマジかーって言ってドライにしてたのに。ちょっと寒いまでありますよね。ちょっとどうする、今日の服どうしよう、何がいいかな。長袖か真半袖に煽り系か。煽り系だって羽織系、もう脳みそがライブになっちゃってる。風小僧のカンタロウ、カンタロウ北風なんですか。七分ロンティー、2024年もあと99日。
やばいね、早いね。あともう3分の1もないですね。日は出てるから全然半袖。でも帰ってくるとき寒いのやだな帰ってくるときはもう日落ちてるから多分、ねえ、26度って別に寒くない、涼しくないよね。でも26度だって今、この前まで28度だったのに。26度って結構涼しい今。し、今日ずっとその外で にいるわけじゃないからね。基本さ、私たちって中にいるよねロケとかない、ロケとか MV とかじゃない限り中だから、まあ行き帰りだけ考えてればいいかなみたいな。移動中と昨日さ、電車の中の方が暑くてびっくりしちゃった。外めっちゃ涼しくて風も吹いてて涼しいってなってたのに、電車入った瞬間あっつ、サウナだってなってびっくりしちゃったね。電車の中の方が暑いですよね、びっくり。冬みたいになってた、暖房ついてるんかっていう。麻婆さん初見ありがとうございますね。満員じゃない、全然座れるなのにめっちゃ暑くてびっくりした。なんか窓開いてたら別なのかもしんないけど、窓も閉まっててびっくり。遊びに来たよってありがとうございますびっくりしたねまずかった。あら、北海道は一桁台、なんとなんと、そんな時期になりましたかそんな時期になりましたか。体調管理気をつけましょうね、お互いにね。急に秋嬉しいです。私は秋、秋が来た、秋が来た、どこに来たって感じですね。本当に秋が来てます。喉気をつけないとね。そうね。今日から卒業旅行。わあ、行ってらっしゃい。沖縄。私も中学の卒業旅行沖縄だった。修学旅行か。旭川最低気温5度、やばすぎ。関東は十何度とかかな、どうだろう。おお、19度、19度です。てか昨日より2度低いって書いてあるよ。昨日より涼しいんだ。涼しくなると寂しい気がするの不思議。あー、なんか私的に涼しくなるとっていうか、日が落ちるのが早くなると早く暗くなるじゃないですか。でなんか小学生の時って暗くなったら帰らなきゃいけないじゃないですか、門限みたいな感じで。だからなんか寂しいなーみたいな気持ちに私はなる。なんかあーもうこんな時間かみたいな感じ、私的にはね。まあでも人によっては涼しくなるととか、なんか冷たい風が吹くととかあるかもしれないけど、私はなんか友達と遊んでる時にあーもう帰んなきゃいけないんだっていう気持ちになって寂しくなります。寂しい気持ちになりますね。
そんな気持ち。でも早くなりましたよね本当に。まあでも9月下旬ですからねもう言うてね9月なのに暑いとか言ってたから、まあまあ妥当な気温ではあるのかもしれないが、でも急でね、昨日急だったね、急に涼しくなった。どうしようかな今日の服、悩み悩み。大人になると暗くなってからが遊ぶ時間になるもんな。まあでもなんかお仕事終わりにとかあったりしますよね。みんなお仕事終わりに夜ご飯食べましょうとかそういうのがありますもんね。小学生では考えられませんね。ハロウィン、そうだね、ハロウィンが狭い。その前にさ、だって対面がありますから、いろいろありますよハロウィンまでに。私たち私たち、あの私たちです、あの私たち。はい、まずイコノイジョイがありまして、まあ、カウントダウン TV がありまして、対面お話し会がありまして、感謝祭がありまして、図書とお話し会、よろしくお願いします。ハロウィンまでにいっぱいありますからお願いします。いっぱい楽しみ。オンラインもありますね。10月のハロウィンデーっていつだったっけな、20何日とか、22だっけ。感謝祭大人気みたいだね。おお、あ、なんか落選みたいなの見たわ。また一般も始まってるので、やばい、告知してないじゃんね。一般も始まってます。もし外れちゃった方はぜひ一般で応募してみてください。あと TikTok リサ、ショコリサって上がりましたのでぜひ見てください。よいしょ。いろんな方に応募していただけるのは嬉しいですね。ありがとうございます。チョコリサ TikTok 可愛かった。そう、あれは7周年の時に撮ったやつなんですけど、あのなんか適当にね、なんかこの2人で撮ってくださいって言われたわけじゃなくて、なんか2人で誰かと撮ってみたいな、なるべくなんかあんま撮ったことない人と撮ってって言われて、その絶対アイドルをやめないでをね、でリサに、リサと、え、うちらって絶対アイドルやめないで2人で撮ったことあるっけって聞いて、ないと思うって言って撮った。そう、同じにならないようにね。ないですよね2人は、絶対アイドルは。あの仲直りシュークリームはあるけど、絶対アイドルはなかった。言って撮りました、隣にいたので。うん、7周年終わってからも結構会場にいたの。いや、すぐ帰りましたみんな。あの差し入れだけ撮って、そうだ、リサのね YouTube ショート
にもリサの、うん、このイジョイの YouTube ショートにリサが載ってるんですけど、それにもちょっとだけ出てます、召喚されてます。でも私自分出ると思ってなくって、あのお肌のメイクをしてなくってびっくりびっくりしてる。メイクが落ちてる落ちてるってか落としてる、落としたからわーみたいな。私は無言でこう 見守ってる人だったんですけど、パジャマじゃないですよ、全然パジャマじゃない。召喚されてるのでよかったら見てくださいやっぱさ、お肌のメイクしないだけでさ幼くなるんだね。お肌って大事、なんかアイメイクとかも大事だなって思うけど、イコラフ面白かった、ありがとうございます。イコラフよいしょ。今回は年齢が近いメンバーでしたね。ありがとうございます、見てくれて。まあね、懐かしいって思う方もいれば、え待って懐かしくない全然っていう方もいると思いますけど、何それみたいな、今回はそういう回でした。プロフィール帳ね、懐かしい、持ってなかった。なんか私何人にもハマんなくて何人にもハマんなくって角栓だったね。ああ確かに、バトル鉛筆とかも確かに私は持ってなかったけど、男子が持ってたね、バトル鉛筆。全然わかんなかったけど。白熊さん、くまままままま、ま、ありがとう、くまちゃんありがとうございます。黒島さんだわかる人にしかわからない、ありがとうございます。かわいすぎ、ありがとうございます。先生に募集されたバトルの子行った、やばい遊んでたんだ。募集されて帰ってこないことある？そんなことある？こんにちは。
みんな今日お仕事の方じゃないんですか？今来てくれてる方って何の方ですか？今何なうですか？まあお休みの方もねいらっしゃいましたけど、朝からあの朝始めた時にバイト行く準備、気象なう、仕事しながら見てる、ありがとうございます。おやすみ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 多いね。家事で頑張ってください。運転中は絶対にコメントしちゃダメ。在宅勤務おやすみ、おやすみの方多いね。お仕事がお休みなんですかね。ゲーセンナウをいっぱい取っちゃってください。あー大学生か、大学生は何夏休み、あ大学生多めだね。夏休みなう、うんうん、仕事中休憩中に一瞬覗いてる、ありがとうございます。10時休憩、なるほど、そういうのがあるんですね。在宅、仕事しながらの方も多いですね、ありがとうございます。頑張ってください。てか昨日が、昨日ひとみと話してて、そうひとみが野球見に行くって言って、えみたいな、待ってベスターズ2時からだよ今日って言って、え待って月曜じゃん、なんで2時なんだろうって言ったら、祝日だよって言われた。昨日祝日だったわ、気づくの遅かった、午後に気づいた、祝日とだだ祝日だということを午後に気づきました。月曜だからなんか、え月曜に2時からみたいになってた。午後に気づいたね、お昼過ぎぐらいかな、1時とかに、えみたいな、ベスターズ始まるよみたいな、勝手になんかさ、やっぱ土日だったからさ、2時2時で来てたからさ、まあ2時って別に違和感なかったんだけど、え待って今日月曜じゃんってなった。そうね、やだストーリー、今日も今週も頑張ろうっていうストーリー見て、今日休みだけどなって思った。まあさ、お仕事の方もいるじゃんね、え仕事の方もいるもんね。まあ私の仕事だったから、まあ一緒に頑張ろうみたいな。気持ち？全員がね、全員お休みっていうわけじゃないからね。うんうんうん。よいしょ。本当に祝日とかもう分かんないよね。祝日わかんない。だからさ、昨日空いてたんだ電車。なんか空いてるなって思ったのはさ、いつもだったらめっちゃ混んでるのに空いてるなーってラッキーって思ってた。違ったわ、普通にみんなお休みなんだった。今になって、駐輪場行って、ああ今日祝日かってなった。
ね、あるあるだよね、そこで気づくの。祝日みたいですね。気づかなかった、ラッキーとしか思わなかった。でもラッキーでよくない？逆より、いつも空いてんのになんで混んでんのっていうよりかはよくないですか。ねえ、そんな気持ち。ここ数日間はね、お仕事の後に美容デーじゃないね入れたりして、まあまあスパ行ったり、まあ美容院行ったり、ネイルを変えたりしてます。ネイル変えちゃうんです、みんな見納め。これなんかみんなさ変えないって言ってたんだけどさ、なんか伸びすぎてない？こんなもんなの？みんなこんな伸びてるのにさ変えないのかな。早いってって言われたけどさ、結構伸びてない？私が気にしすぎなだけかな。可愛いよね、結構伸びてると思うんだけど、どう思う？どう思いますか？まだいけるんだ。もう予約しちゃったけどね。でも次のネイルまだ決めてなくて、まだ衣装がわからないから決めてないんです。うん、お別れ魔法のステッキと、あーバイバイ。これかわいいよね、これハートのやつにこの棒は別のやつを足してもらった。最初はこれだけ、これだけにこれを追加してもらいました。そう、まあね、ここ同じとこ行けばまたできるのでね、ね、乾燥中。どうしようかな、何色がいいのかな、わかんないけど、また変えます。まあ今日変えるわけじゃないけどね、多分ショールームは今日で見納めかなって感じ。って感じです。でも大体なんかどれぐらいで変えた方がいいですかって、これやっていただいたところに聞いた時は3週間って言ってたから、まあ3週間経ったしいいかなみたいな感じで感じなんだけど、なんかみんな早すぎだよもったいないって言ってたから、まあまあ伸びてきてるなと思って。インスタ配信めっちゃ好きなんですけど、次いつの予定ですか？特にまだ決めてないです。ノリです。でもあれですね、サイン会いつでしたっけ？11月だっけな、あれいつでしたっけ、サイン会。11月とかにやると思います。3回、11月に3回やると思うので待っててください。現実的、いや、なんかもう予約してから次どうしようかな、この衣装どうしようかなって言ってたら、早いって、ってそう結構前、1週間前ぐらいに言われて、まあ1週間前の段階ではまだ伸びて、こんな伸びてなかったからさ、まあそっかって思ってたけど、なんか今見たらまあ変えてもいいんじゃないって思ってる。うん、だってもうさ、この白のこういうところが見えてるからね、もういいんじゃないって思って。お、サイン会初参加します、嬉しい、待ってます、ありがとうございます。これピー、また受付あるのでぜひ応募してみてください。
今回は3日間ですね。いつも4日間だったんですけど3日間になってるみたいなので、ぜひいっぱい参加してください。そうですね、ニックネーム登録忘れないように。仕事で見れない可能性、まあ届くのは届くのでね見れなくても。明日からか、明日お昼12時からお話し会サイン会受付ありますので、よろしくお願いします。もう10時半なんだ、早いね。ですね。何分に終わろう。待って。でも洋服決めてないから40分に終わろうかな。40分に終わります。20分からだもんね、始めたの。40分に終わります。また夜もやるので。お洋服決めなきゃ。伸びる。パーカー、まだパーカーはさ熱くない、ちょっと、いや熱くはないんだろうけど、どうなんだ、わかんない。なんかさ、その秋っぽい服探してみよう。風が寒い、まあだって昨日より2度低いんだもんね。夜やります。せっかくメイクしてるしその時には前髪がいい感じになってると思います、きっと。しょこちゃんの配信終わったら布団に戻ります。いいな、私も戻りたい絶対にダメね、風邪ひかないように気をつけましょうね。夜行きます、待ってます、ありがとうございます。イコラフ面白かった、ありがとうございます。やった、赤みを感じる。確かに今ね、家の電気をつけずに外の自然光だけでやってます。明るいかも、赤くはないかも正直、うん、こうしたらめっちゃ赤く見える、ね、バイト5連勤最終日頑張ってきます。いってらっしゃい、頑張ってください。はい、と赤茶っぽくていい色、赤みいいよね。おはようございます、みんな、おはようございます。もうみんな起きてるか、お休みの方はまだお布団かな。お布団にいるよって方、
デスクにいるよって方あとどこだろうね、ソファーにいるよって方、あとなんだろうね、あとなんだろう、あと今どこにいるかな、みんな、あ、お外にいるよ、なるほど、車にいるよ、バスの中、あ、お布団いいね、ランチメニューまだ決めてないです、勉強机えらい、自宅で仕事中、デスクではないんだ、デスクって言わないのか、 家だと、もうそろ飛行機気をつけてください、シエラさん、みんなこんにちは、私はクッションの上にいるよ、なんて言うの、ここは床に座ってるよっていいの海の上やばいね、プカプカ浮かんでるだけならいいけどね、電波があるのかやばい、39分で終わらなきゃ終わります、終わろうと思います、また夜やるので遊びに来てください、ということで終わります、ランキングタイム、13位 P21 さん、12位ヘイブンさん、11位トッシンさん、10位クミさん、9位ヒッキーさん、8位マチオカさん、7位ターくん、6位ユキナさん、5位トッちゃん、4位クイズさん、3位人生じいちゃん、2位定一さん、1位白熊さんです、ありがとうございます、2列目、チュビタンクさん、タカヒロンリーさん、ヨシカナさん、テルンさん、ノブさん、カイトさん、アスーさん、タシミさん、バサラさん、トリアスさん、シャンジャンバラヤさん、ミッツーさん、マサミサンデッカさん、しのこさん、スバルさん、やすゆきさん、おんくん、おこめさん、ルシイチさん、いかさん、そらさん、パームボールさんです、ありがとうございます、星なきギフトコメントありがとうございました、また夜お会いしましょう、メイク配信でした一応ありがとうございました、感謝、お仕事の皆さん頑張ってください、お休みの皆さんをゆっくり休んでください、ありがとうございました、バイバーイ。